レンジローバースポーツ SVR に SVO 専用デザインと日本初導入のボディカラーを採用した限定車リスポークならではの仕立てと575馬力の走りを検証します SVO による25台だけの限定車すでに新型の話題が先行しているレンジローバーロイヤルワラント銘柄であることはスに有名ながら 英国という成熟したお国柄を代表するプロダクトゆえ、従来シリーズでこそ成し遂げられる境地は確かにある。それがビスポークオーダーやハイパフォーマンス化を専門に手掛ける SVO こと、スペシャルビークルオペレーションズであり、この部門を経て仕上げられた究極のモデルだ。今回試乗したレンジローバースポーツ SVR ジャパン SV エディションは、そうした仕様の一つ。 日本市場のために本国の SV デスポークチームと話し合いを重ねて設定された専用ボディカラーをはじめ内外装トリムに独自の仕立てを凝らしたたった25台の限定仕様だ早い話が日本だけに向けられた別注モデルというわけだまずボディカラーのロランジュメタリックは派手なようで地味にも見える絶妙のニュアンス ドアを開けると足元には25台中のナンバリングを示すイルミネーション付きのメタルトレッドプレートがまた B ピラーには SV ベスポークのエンブレムがさりげなく目に留まるイギリス式内装の考え方内装はエボニーとシーラスという柔らかなモノトーンと相まって一部パーフォレーション仕立てのレザー内装がモダンな雰囲気だヘッドレストにも SVR の刺繍が入れられている。各たる主張はあるが、ドアの開け閉めや乗降時の一瞬しか目につかず、常時主張しない、そんなところが英国式アンダーステートメントの奥ゆかしさ、というわけだ。続いて SVR パフォーマンスシートに身体を落ち着けてみる。すると SUV らしく視線は高いが、ウィンザーレザーの滑らかなタッチ。 スリークで薄い作りのバケットシートによる包み込まれ感は、やはり独特だ。センターコンソールのアルミニウムも両サイドは磨かれているが、小物トレイのリッドやシフトコンソール周辺はヘアライン仕上げで暴言しようとしつつ、指先に食感の細かな違いを伝えてくる。いわば、クロームパーツなどのキラキラ演出で強調したラグジュアリー内装の背伸びとも、 機能性一辺倒で見るスペックじみているか、スポーティータらんと頑張っている内装の力みとも明らかに一線を隠している。いずれかの要素に偏らない、一言で言って花も実もあるインテリアで何かになりたいのでなく、己をわきまえているからこその余裕がモダンな雰囲気や使い勝手に自然と現れているのだ。鉱石の下手について、 上下に各面のワイドタッチスクリーンやメーターパネルと連携した。インフォテイメントの直感的なインターフェースが優れて使いやすいだけではない。搭載されるメリディアンのオーディオシステムは、高列シート側にも前列シートとほぼ同じ配置や仕様のスピーカー構成を実現しており、音像の定位や再生クオリティに差がない。 SVR パフォーマンスシートの座り心地と同じく、それだけ高烈シート側も、大人を迎えて一緒に過ごすのにふさわしい空間へと仕上げられているのだ。これはレンジローバーが後席に重きのあるリムジン的な一面のある SUV だからというだけでは、ない。ハンティングのような野外でのスポーツが社交の一部であるからこそ、作り込んだディティールというより、 しなみとしてホスピタリティとして最初から組み込まれている、そうあるべき仕立て、と言える。加えてレンジローバースポーツ SVR ジャパン SV エディションで見逃せないのは、575PS、71.4kg、M を発揮する 5.0L スーパーチャージド V8 から繰り出される、圧倒的な動的クオリティだ。パワフルなのに、宣伝その理由。 微低速から高速域まで車重 2420kg もの曲をスムーズな吹け上がりで、しかも反応の鋭ささ,さえ伴いつつ操らせてくれる。快力であることは確かだし、アクセルを強く踏み込めば野生にあふれるエグゾーストノートすら響かせるが、そのパワーフィールは粗暴さとは無縁で、むしろ宣伝すら感じさせる。 このしつけの行き届いた名馬のような感覚を支える要素はいくつか挙げられる。まずセンターコンソール手元ダイヤルが押し込まれている間は、駆動力配分もサスペンション減衰力も車高もすべて自動制御モードだが、一押ししてポップアップさせ回すことで、路面や走り方に応じたモード選択となる可変シャシートラクション制御機構、 ノーマルモードからエコ、ピッチロールを抑えるスポーツモード。あるいは鉄や漂流生地といったオフロードまで、指先一つでシームレスに操作できつつ、制御の違いが即座に体感できる。この幅広い自由自在の走りを支えるのは、ストローク量が豊富で渋みのないリアのマルチリンク式サスによるところが大きい。広がるビスポークサービス。もちろん、 オンロードでのハンドリングの小気味良さはカーボン製のボンネットやエンジンカバーなど、上物の軽い仕立てと無縁ではない。それでいて、これらのスペシャルパーツは、ややフレアしたレンジローバースポーツ SVR 特有のフロントフェンダーと精密に散り合わせされつつ、とかじにエンジンルームへの水の流れを防ぐ回路を確保するなど、設計からして丁寧に作り込まれている。 一字が万字とは言うが、無駄なく豊かなインテリジェンスによって、しかるべき時間をかけて作られた一台、そこに SVO 仕様の新骨頂を感じられるのだ。ちなみに今回のレンジローバースポーツ SVR ジャパン SV エディションの限定25台のない、ドランジュ外装はたった8台のみ、だが日本で現在、 顧客の要望をビスポークオーダーとして英国の SVO につないで実現する SV スペシャリストセンターは全国発拠点で展開しており今後も拡張されていく英国者だからこそプレステージとスポーツの両面で妥協のないビスポークメイドの一台今やそれは限定版が新たに登場するのを待つだけではなく 自らのタイミングや機械でも可能であり、ますますアクチュアルで身近なサービスになりつつあるのだ。レンジローバースポーツ SVR ジャパン SV エディションスペック。価格2165万円。全長 4880mm。全幅 2020mm。全高 1800mm。 最高速度。税時速 100km 加速。車両重量 2420kg。パワートレイン 4999ccv 型8気筒スーパーチャージャー。使用燃料ガソリン。最高出力 575PS6500rpm。最大トルク 71.2kgm。 3500、35 5000rpm。ギアボックス、8速オートマティック。乗車定員、5名。駆動方式、4輪駆動。